はい、今回は日本とウの安保協定および支援というやばい謎について考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、こ,こちらもです、ね、10月、2023年10月に入ってからの、まあ、ニュースみたいなんですが、僕は全くちょっと気,気がつかなかったんですが、数日前に、えー、このようなニュースがあったということで、えーまあ、なぜだか全くわからない、わ、えーまあ、からないというか、まあねまあ、そういうこと言われているのかわかりませんけど、 まあまあ、おかしいわけですよ、まあ、どういうまあ内容なのかというと非常にまあ短いんですが、まあ、こういったまあニュースがあるわけですね、日本とウ両政府が10月7日、安全保障の支援に関する2国間協定の締結に向け、初協議をオンラインで行ったと、日本は外務省の局長が言って、ウクライナも大統領副長官が出席して、 日本と U の立場を確認して、協力して文書作成作業を進めることで一致したと、ここのニュースにありますが、また支援をするということで、このあとまた、ね、国民に増税とか、まあ、そういったことを言ってくる可能性もある、それもそうですし、何よりも、あのもうなんていうのかな、お,おそらくうな、うまく言えないんですが、まあ、違反してるかわからないんですけれども、まあ、憲法に触れる内容だと思うんですよ、これ。 なんでかっていうと、日本というのは、ね、大統まるまるのにまに憲法で、えー、まあ有事を放棄しているわけですよ、救助とか平和外交とかねで、その最中において支援するっていうことは、それ有事に加担しているわけじゃないですか。 で難しい言葉で言うと、まあそのまあ、国権の発動によって、えーまあ、その威嚇、あるいは武力の行使を永久に放棄するということなんですが、ここの部分と多分矛盾するんですね、まあ、日本国の,、ねえー、この外務省といったものが、まあ、要するにその有事のまあ支援、えー、をしているということじゃないですか、で実際にウニはお金とか、そういった武器とかを提供したことがあるじゃないですか。 で、えーまあ、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、ど,どういう立場でいればいいのかという話なんですが、ウとロが仮にね、えー、もしその有事になっていたにしても、日本というのは本来関係ないわけですから、中立の立場に、えー、いればいいんですよ、別にウに、えー、どうこう言う必要もないし、別にロにどうこう言う必要もないんですね。 しかし問題が違うわけですよ。日本というのは、宗、ね、主国、属、えーまあ、国といって、宗主国という米軍がおりますから、その米軍の指示に従う、従わざるを得ない、それに反対意見をする人もいますが、ほとんどいない、つまり、米軍が決めたことを、まあ、日本政府というのはするということなんですね。で、この呂の話というのは、背後にこの米軍がいるわけですよ。呂と、まあ、米のこと。で、そこに日本も、まあ、いるというか、 お金とか武器を、まあ、提供する側に、まあ、回るとで、つまり岸田がその役目をやってるってことですね。だから、宇とろの,、まあの有事っていうことなんですが、えご存知だと思いますが、うと米。 そこ、まあ、に日本も入ってはいけないんですが、入る、そしてその、まあ、米の、ね、ある産業ですねえ、軍産複合体という軍事産業が儲かる、そういった構図、そしてそこに日本が加担しているという,もうことなんですよ、でそもそもあの、ね、好き嫌いとか関係ないですけど、その米軍とか米っていうのは何かっていうと、国ができて以来ですね、 ずっととをし続続けなないい国が存でできないんですよだからあ、ことあるごとにそういった有事に、えー、米っていうのは入り込むで、日本っていうのは先ほど言いましたが、憲法がありますし、ね、救条あるいは平和外交ですから、本来は米と日本っいうのは全く意味が違うんですよ、しかし、その日本の宗主国、戦後からずっとですね宗主国、米がおり、えー、その米の支持で日本は本来は進むべき、ね、その憲法を、まあ、尊主、順守とは違う方向に、えー、向かっているっいうことです。 だからこういったところからも、日本というのは独立している国ではないし、ね、米、アメリカの間接植民地ということなわけですよ、それがわかるわけですよ、日本が、ね、決める権利がないということ、でじゃあ、日本の内閣総理大臣は全員ダメなのかというと、過去にその米に反対する人ってのはいたんですね。 しかしそういった人たちっていうのは、あまあ、なんていうのかな、消されていくわけですよ、政治の表舞台から消されたり、あるいは政治の表舞台から潰されたりとか、そういったことになるから。 岸田っていうのは、日本国民にとって、えー、もうろく,なことしかろくなことしかしない、えー、人間ですが、まあ、別に擁護する気は一ミリもないですが、まあ、その米の言われるがまま、あるいは東丸の言われるがままとか、まあ、そういうことをしてるんでしょうね。だから、あのーまあ、こう見ていて思うことっていうのは、僕もリサーさんもいろいろあると思うんですが、別に岸田がどうのこうのっていうことではなく、日本には、このねう、えー、に対してですが、う、まあ、だけじゃないんでしょうね、決定権がもう全くないっていうことが、えー、あると思います。 で岸田っていうのは国民に対していろんなことを言いますが、全くのデタらめ、例えば岸田は国民生活を考えるとか、国民の暮らしを考える、守るとかって言って、デタらめじゃないですか、増税を繰り返して、ね、そのこうやって誘致に、ねえー、お金を入れてで、国民がさらに困るような増税を繰り返す、増税プラス誘致の方向に向かうって、まあ、それもおそらくまあ、米とか東丸の支持なのかとも思いますが、まあ、岸田っていうのもわけが分からないと。で 日本にはあこういった、ねえー、ことに気づいたり、思っている政治家っていうのがいるんですよ、一定数、いるはずなんですよ。でそういった人たちがあもう政治の中枢に入っていかないと、もう日本というのは大変なあ状況になってしまうと考えられます、経済的にも誘致の、有事のことでも、えーまあ、その両方においてねで、えー。皆さんも僕も思うことっていうのはあると思うんですけど、今、何が日本において必要なのかというと、経済政策なわけですよ。 失われた30年って言われているように、まあ、今、日本はもう先進国でなくなりましたが、先進国の中で、その30年経済成長していない国は日本しかない、そこの中において、ね、その増税とかをするんでね、増税メガネが、うん、わけはわからないですけどで、日本ってよくインフレとかって言われるんですけど、インフレではないんですよ、もっとインフレよりももっと質の悪い。 スタグフレーションという今、この状態に入っているので、えー、もうこんな時に増税なんてしてはいけないんですよ、普通に考えてね。しかし、その増税をすると。だから日本というのはこの失われた30年ってどういうふうになっているのかというと、えー、小泉と竹中がですね、日本経済を破壊して。 でその破壊を、えー、安倍晋三ですね、アベノミクスで、えー、さらに加速して破壊して、で今、もう十分苦しくなっているこの日本経済を岸田が、えーまあ、どん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 破壊し続けているという、まあ、ことなわけですよ、でえー、もうすでにですねその日本の経済を破壊しているアベノミクスっいうことは分かっているんで、それを続けるって言って時点でも話にならないわけですが、えー、またそういうことを続けていると。 で今回の日本とウの,この、まあ、安保協定もそうですし支援ですよねこの支援という点に、えー、注目して考えるとですね本来であれば外国にそんな長期的に支援などせずに日本国内の経済が循環するようにそこに金を使うべきなんですよ、ただしそういうことを、まあ、言う人もいないのか、思う人もいないのか、まあ、山本太郎さんぐらいしか、まあ、言わないですよね。 だからあの日本経済のためになることあるいはですね日本国民目線で、えー、ねえー 国民が過ごしやすくなることについて言う政治家というのがほとんどいないんですよ。だから、まああ、もちろんはっきりとというのは分かりませんが、この右の側に、まあ、お金を回すように指示されているんでしょう。で、えー、なぜだか知りませんが、あ日本国内においては全くそういうことをしないと。だから、その宗主国の言われるがまんまの人間がですね舵を切っている、まあ、その内閣総理大臣もそうですし、まあ、議員とかもそうなんですけど、そういった人間たちが、 幹事を切り続ける限り日本が良くなることってはないんですよもう経済もそうですしどん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 衰退していくそしてですねこの日本とうの安保協定とかっていうこういうね、えー、意味のわからないことを、えー、勝手にしてうに支援しているとわけがわからないじゃないですか本当に非常にこれまずいしあのやばいところに行ってるんですよこの何が謎かっていうとこの憲法に本来は反していると思うんですがまあ、岸田もですねその軍拡とか、うん、そのいろんなものに関してね、えー、ど,んど,んどんどん憲法違反を繰り返すんでこっちとこういった 誰かか止める人はいないなのかとでリスナーさんもそう思っている方がいらっしゃるんじゃないかと思いまして今回はこちらの件についてお伝えさせていただきました。 日本とウがです、ね、安保協定をしていたさ、最初の方にお話ししましたが、でえー、そこでまた支援をし続ける、で結果的に、えー、有事にもしも巻き込まれないにしても、ま,まず巻き込まれる懸念が出てくるんですが、もしも巻き込まれないにしても、それが増税ですという形で、日本国民に、えーまあのしかかってくるっていう、本当にね、えー、国民がこのままいったら、もう過ごせない、そんな日本になるんではないかと、そういうまあ懸念を感じる、えーまあ、ニュースでしたということで。 まこちらのニュースご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、非常にですねえまあ良くないえことだと思いまして、調べて思うこと、分かることをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。